にちは、ストリートニュースほと。はい、ということで今回はですね、イオンに来ているんですけど、なんでかというと、運動会でリミダンスを踊るんですけど、白い T シャツを、運動…あれ運動会の…体操服の上から着るんですよ、でその真っ白い T シャツが家になかったので、買いに来ました。はい、やっと言いました。見に行きましょう。はい、私トリミング絶対私も大きくなってるんだけど、結構体操服の方から着るんだ。そうだよ。じゃあちょっと大きめじゃないとダメだね。そうだ、結構体操服で買えるんだ。かわいい、これ。これね、真っ白がいいの。なるべくここからもうなんかなるべく今回はレゴとかが入ってない真っ白でお願いしますって言われてるの。結構指定が厳しい。今までそういうのなかったんだけど、今までは結構ロゴが入っていても大丈夫ですし、しーちゃんのテストが書いてあったんだけど、今回はなんかなるべくロゴとかがない。あ、じゃあ結構派手な人が多かったんだよ。なんかね、そこに注目がいかないようにしたいんだって、なるべく白でって言われてるんですね。これも多分背中に、背中に模様が入っちゃってる。あ、本当だ、派手だ。ちょっと派手だよね。しのちゃんに、しのちゃんの洋服選んであげて。しのちゃんいないから。しのちゃん可愛い。あ、リー可愛いんじゃない、リミ。ね、リーも可愛いね。リミのリー。ママチャンピオンの。あ、リミのリーじゃん。あ、これめっちゃシンプルだよ、リミ。ほら。リミのリー。これ可愛くない？これ？どう？これか。リミのリーならいい。うん、リミのリーだよ。これリミのリー。リミのリー。どう？これ。で、裏何もなし。あ、これいいんじゃない？学校指定っぽい。じゃあこの真ん中のやつも可愛い。これぐらいのワンポイントだ。これ？うん。どれがいい？そう、今ごめん。リミのリー。これリーっていうの？リミのリー。それか、これ。これもワンポイント。リミのリー。これもリミのリー。ちょっとリミのリーしか言ってない、さっきから。リミのリー。全部白、真っ白でシンプル。どうする、リミ？これはリミのリー。リミのミーかもしれない。リミのミー。リミのミー。これはね、リミのミーじゃあります、うん、チャンピオンも来た。チャンピオンもあるけど、チャンピオン嫌なんだね。これシーちゃん好きなの。シーちゃんがチャンピオン大好き。あ、もう決まっちゃった。リミのリー、リミのミー。リミのリーがいっぱいあるんだけど、もう気に入ったんでしょ、これ。じゃあ、そんだけ言うってこと。リミのミー、リミのリー。これとどっちがいい？こっち。なんか、まあ、これあれじゃん、グーグルっぽくない？オッケー、グーグル。オッケー、グーグルっぽい。これはリミ。いや、嫌なの。いや、はっきりしてるね。ビシッとして。体操服って何センチ？140。大きめなんだよ、何年間も着るから。しおちゃんと同じサイズ。しおちゃんも140だし、そうなの？そう、体操服まだしおちゃん140なの。1年生の時買ったのずっと使ってるから。え、そうなの？ね、まだ着れるんだよ。だリミも140だから、シミミはでかいんだよ。だからその上から着るからちょっと大きめでも、これ140までしかないからしょうがないね、大丈夫かな。ちゃんリミちょっと、ね、リミちょっとあなたのだよ、いいの？もうちゃんとしようね。ほら、はい、じゃあこれ合わせてごらん、リミ。はい、リミのリーです。どう？リミのリーでいいんじゃない？リミのリー。いっかな。あ、じゃあ こっち向いて、せーの、はい、さむね。ドメモン番組ですけど。すいません。何組？赤組？白組？赤。しーちゃんも。あ、しーちゃんも赤。今年も同じ。みんな長さは一緒か。はい、2個。うん、いいよ。いい、どっち？きつい。きつい？すぐ取れちゃう。なんかきつい気がする。きつい？きつい。ほんとだ、なんかちょっとちっちゃいけど。まあ一日だし、これでいく。こっちのゴムが取れちゃう。うん、見ててよ。大きさでもこれしかないよね。しょうがないか。ダイソーの帽子。まあいいや。この帽子。応援
応援会運動会じゃあ運動会ね運動会シーズンだ妨害されるよ運動会前だけど、皆さん風邪とか病気とか注意して、運動会頑張りましょう。はい。それでは、バイバーイ。ダイソー、ダイソー。ダイソー。